はい、トレーニング終わりました。今日は最初ストレッチとか補強トレーニングして40分間有酸素トレーニングやって、いろんな動き入れながらジョギングをするっていう感じで有酸素やって、あと短めのシャトランとショートダッシュとっていう感じで、めっちゃ暑いんでめっちゃ汗かきました。いやー気持ちいいですね。とりあえず午前中はこんな感じでしっかりプロテイン取って午後も頑張りたいと思います。はい、ということで今回は隔離生活7日目の1日の映像をまとめさせていただきました。前回の動画でルームツアーとかをやって、で隔離というか本当にリゾート施設で僕らは今生活をしていて、ホテルから本当に出れないような状況、2週間完全に隔離されてっていうような生活を僕らは送ってないんですけど、僕らの所属するチームシーホークス FC の母体が海軍で、それのおかげでかなり優遇されているというか大事にしていただいてるっていう感じで、チームに感謝でっていう感じですね。何かありますか？何かあればちょっと一言いただければ。元さん、何もないです。不満なし不満なし、完璧ですね。どう、亮太は？最高だよね。そう、そんな感じで僕らもう正直ストレスゼロで、あれです、 Wi-Fi が弱いぐらい、 Wi-Fi が弱いのと、あとご飯が少ない、ご飯の量が少ないで、今回ちょうどルーティン動画を撮ったこの日の夕飯が特別少なかったというか、普段ちゃんとご飯におかずでっていう感じで来るんですけど、特別少なかったんですけど、あと栄養の部分で本当偏っちゃうんで、野菜が少ないです、とにかく。であとタンパク質も少ないです。なのでプロテインを飲んだりっていうのは僕らはすごく意識しながらやってる感じで、そんぐらいですかね。食事と Wi-Fi がめちゃくちゃ弱くて、あと一応僕らの携帯チップって言えばいいの、あれ SIM カードか、現地のスリランカの SIM カードをチームのスタッフに買ってきてもらったんですけど、その SIM に入ってたデータの容量が1ギガしか入ってなくて、ほぼほぼ1日で使い切っちゃって、謎に Facebook と Instagram とか、あと WhatsApp っていう連絡を取るアプリ、日本でいう LINE みたいなアプリがあるんですけど、 WhatsApp っていうアプリがあって、それは使い放題で使えるんですけど、 LINE はデータがなくなったら使えないとかで、頼みの Wi-Fi が調子いい時と悪い時の差が激しすぎて、調子いい時は使えるんですけど、調子悪い時は全然使えないっていう感じで、そうで、 YouTube は見放題です。 YouTube は見放題なんですけど、動画をアップするっていう作業に関しては相当時間がかかってしまう。その辺ですかね、ちょっと大変なのは。あとは外でトレーニングできるし、走れるし、海も綺麗で、空も綺麗で、動物もいっぱいいて、鳥とかリスとか犬もいっぱいいて、そんな感じです。すごく楽しい隔離生活を送ってます。なんで笑ってんのはい、そんな感じで、じゃあ今回は締めたいと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは、このまま